和田アキ子、芸能活動終了の吉田拓郎に寂しいですね。歌手の和田アキ子72が25日、自身がパーソナリティを務める日本放送ゴッドアフタヌーンアッコのいい加減に1000回に出演。シンガーソングライターの吉田拓郎76について語った。拓郎は来月21日に放送される民放の音楽バラエティ番組の出演を最後に公の活動から身を引く意向であると報じられた。和田は公の活動ということはテレビとかライブとかそういうこともですか、またやるって噂ありましたよね、というと、最近自身の番組で拓郎にインタビューする機会があったという番組アシスタントの柿花正アナウンサーから、完全にもうやらないと、事実上芸能活動自体をもうご卒業されるつもりであると、と聞き、ええ、わお、と驚いた様子。拓郎とは同じ美容院に通っていたことも明かしつつ、今、この世代で、業界で引退を囁かれているのは、拓郎ちゃんとか井上陽水とかね。でも一方で小田和正さんとか新曲をまた出されるとかあるし、人それぞれ違うんですけど、それはそれで寂しいですね、と同世代の決断への思いを語った。柿花アナが、でも充実されているようです。人生を謳歌、謳歌している感じで、と拓郎の様子を伝えると、和田は、いいですね、羨ましい、それはそれで素敵ですね、と話した。今日のニュースレターはここで終わります。視聴していただきありがとうございます。購読して通知ベルをタップして、今日の最新ニュースを入手してください。よろしくお願いします。